三旗立てなし。武田勝頼は三十の春を迎えていた。父の信玄よりははるかに上背もあり、骨組みもたくましかった。美女部と呼ばれるにふさわしい風貌の持ち主であった。忽然と信玄が逝いてから、今年はまさに三年目、四月はその鬼名の月にあたっている。三年はもう隠せ、と故信玄の異名はよく守られていた。けれど、年々その忌日には、エリンジをはじめ、諸山の宝刀は、麒麟の奥に揺らいで万部経を読み上げていた。勝頼もその日は、兵馬のことを拝して、毘沙門堂のうちに慎み、目に新緑を見ず、耳に朗音を聞かないこと、三日にわたっていた。戸を開いて、つつじが先の太刀から、講演を払った日である。衛藤を改めて勝頼が表の座に現れるとすぐ待ちかねていたように跡部大井之助が目通りに配服して下級とございますから直ちにご一見の上お言葉でなりとご返事を願わしゅう存じまする。返書はそれがしよりしたためて使わしますゆえと一通の書面を渡した。あたりには誰もいなかった。大井之助の様子では特にそういう折を見計らっていたようでもある。お、岡崎から。勝頼は手に取るとすぐ封を破った。あらかじめ彼の胸にも受信の用意があるものに違いない。読み下してゆくうちにその顔にもただならぬ色が動いたが、しばらくは決しかねて考えている風だった。凛凛と夏近い若葉青葉にたくましい声してうぐいすが泣き抜いている。勝頼はその若い瞳をきっと生涯の天へ向けていたが、心得た。返事はそれだけでよろしかろう。その方より答えてやれ、と言った。跡部大井之助ははっと彼の表を見上げ直して、そのように申し合ってよろしゅうございますか、と念を押した。勝頼はもう決然と、よし、天の与えた猛気を逸してはなるまい。ただし使いは不安ないものであろうな。もとより大事の大事、お気遣いなものではございません。色はあるまいが、ぬかるなとしょちゅう申し添えてやれよ。承知いたしました。大井之助は踏み柄を返していただくと、深くそれを懐に秘してまた走行と下がっていった。指定ではない太刀のうちの一棟の方へ。そこは他国の使臣や諸方に放ってある長者などがよく迎えられるところで、本丸やこの郭とも絶縁された一比較であった。大井之助がそこへ入って幾時とも立たないうちに、表の政務所の方ではにわかに繁忙な動きが現れていた。戦ぶれが発しられたのである。夜になるとその混雑はなお増していた。夜通し人影が動き、城門の出入りはやまなかった。夜が白みかけると城外の馬ぞろいの広場にはすでに約1万4、5千の兵馬と精騎が朝霧の底に宿として濡れていた。まだ続々と集まってくる将士があるらしい。出陣を触れる会が日の出までに幾度か甲府の町々を呼び覚ましていた。夕べ手枕で一睡したのみであった勝頼はもう全身をよろって少しも眠たげなものを顔にとどめていなかった。人一倍な健康と大きな将来への夢は彼の肉体に今朝の新緑のような若い露をたたえていた。父の信玄がない後もこの三年間彼は一日だに安閑としてはいなかった。鉱山強水の守りは固いけれど、違法を継いでそれに甘んじているべくはあまりに彼の胆略と武勇は父以上に備わりすぎている。勝頼は名門の出に多いいわゆる不肖の子ではなかった。むしろ自負と責任感と
演出の遊具がありすぎたと言っていい。いかに比しても信玄の藻は諸国に漏れた。気逸すべからずである。上杉は急激してきた。小田原の北条も態度が違ってきた。なおさらのこと織田徳川など好きさえあれば領海から侵犯してくる。偉大な父を持った子は楽ではない。勝頼は今さらにそうした立場に置かれた。しかもなお彼は父の名を恥ずかしめていなかった。どこの戦でも五分に戦うか必ず利を得て帰った。だから近頃はまた信玄が死んだというのは嘘かもしれぬ。やがて何かの大機会に春信入道信玄ここにありと忽然世に現れてくるのではないかというような疑心暗鬼の噂が諸国に乱れ飛んでいるくらいだった。もって彼がここ3年の信玄亡き後の努力と経営は伺われる。ご出陣の前に美濃の守殿と正景殿がしばしの間お目通りを仰ぎたいと申し出られておりますが、はや立とうとしていた折である。穴山梅雪から勝頼へこういう取り次ぎがあった。馬場美濃の守も山形正景も二人とも父以来の後進である。勝頼はふとこう尋ね返した。両名とも出陣の身支度は整えておるか。よろうておられます。梅雪の答えにそうかとうなずいてやや安心したらしく、通せと許した。間もなく馬場山形の両将は打ち揃って勝頼の前に出た。果たせるかな。勝頼の予感はやはり当たっていた。昨夜遅くの御陣ぶれ、取るものも取り合えず、各は馬揃いまで馳せ参じましたなれど、常にも似ず、ご軍議もなく、いかなるご称賛あってのご出馬か、今日のお立場は決して軽々しく大動きあっていいものではありません。美濃の守がまず言うと、山形正景もともに、亡き君信玄様さえ、生成の難には実に、幾度苦杯をなめられたかわかりませぬ。小国ながら三河武士には一筋の骨があり、織田はこのところやや時を得て計り多く、うかと図に乗って深入りせば足を抜くことのできない恐れが多分にあるやと考えられます。口を揃えて二人は歓言し始めた。この二将はさすがに信玄仕込みの老練なので、勝頼の短略にも武勇にも大して振幅していなかった。むしろ危険にさえ見ている風であったのである。日頃から勝頼もそれを感じている。だが二人の自説とする、ここ数年は守るにしかずというような保守主義は、彼の性情としても若さからも承認できないことだった。いや、決して無謀な出陣はせぬ。司祭は後部大井から聞くがよい。この度こそはきっと岡崎の城を手に入れ、浜松を突き、積年の望みを遂げてみせる。そう確信あってのこと。詳しくは大井が含んでおる。計りは密なるをもってよしとする。そこへ迫るまでは味方にも告げぬつもり。悪しく思うなよ。勝頼はそう言って巧みに両将の歓言を避けた。馬場山形の両将は明らかに不快な顔色を見せた。大井から聞けと言われたことが心外らしかった。信玄以来の縮小たる自分たちにも計らず、これほどな大事を後部大井などの輩と軽々に決めて兵馬を動かされるなどとは、と二人は同じ心を目に見合ってしばらく呆然としていた。やがて美濃の守が表を犯してもう一度勝頼へ行った。五国大井殿よりも十分受けたまわりおきますが、そもそのご秘策とはいかなるものでありましょうか。一言仰せ聞かせくだされば、我々老将も死に場所の目当てに心安く打ち立たれますが。すると勝頼は、ここで他言はならぬと左右の者を見ながら拒んだ。そしてなお、おみたちの案じてくれるは嬉しいが、勝頼とて今日の大事は存じておる。しかもはや今朝御旗立てなしを拝し誓って立った者を今更思いとどまることはならぬ。
と言としていった御旗立てなし。その言葉を聞くと両将とも手を使えて心にそれを拝した。この二品は武田家に伝わる戦神軍神の身体であった。御旗というのは八幡太郎義家の軍旗、また立てなしというのは加祖新羅三郎義満の鎧なのである。どんなことでもこの法規の前に神明したことは違えないということが代々武田家の鉄則であった。勝頼がその神聖のもとに立ったと言い切ってはもうニシンの還元もそれを強いる余地はない。檻から馬揃いで吹き鳴らす貝の音も早迫る時刻を告げていたので二人は是非なく訓前を下がったが、なお訓家の暗記は思い立つにも立たれなかった。で王位の陣場を訪ねて司祭は貴公から貴家との親方の仰せであったが、一体いかなる秘策があって核は急にご疾病と相なったのかと問いただすと、後部大井之助は人を払ってとくとくとその内容を打ち明けた。彼が言うところの機密な経とは次のようなことであった。家康の子徳川信康が今守っている岡崎の在理に王賀弥四郎なる者がいる。その王賀は以前から自分を通して武田家に内通し、親方に置かれても深く許しておられる。おととい筒子ヶ崎に来た使いはその大賀弥四郎から密書を携えてきたもので、木は今や熟したと報じている。なんとなればこの2月以来信長は受落していて岐阜は留守だし、加うるにその以前信長が長島門との消滅にかかった時、家康から援軍を送らなかったので二国同盟の真偽もこのところ少し面白くない感情に組閣されている。今皇軍の疾風のごとく三河に出て筑出あたりまで攻めてくるなら、大賀は岡崎にあって内部を攻乱し城門を開いて甲州勢を迎え入れよう。そして信康を刺し多くの徳川方の家族を人質に捕らえて、そこを足場に浜松を攻めれば、浜松の将士もまた続々功を凍て味方に走ってくることは疑いもない。家康はきっと伊勢か美濃路へでも逃げのくことになろう。どうです、これこそ天来の福音ではござるまいか。王位は全てが自分の画策であるかのように誇って話した。二人はもう何も言うことを欲しなかった。後部大井と別れて自分たちの隊へ戻って帰る途中、安全と顔を見合わせて、美濃殿、お互いに生きて亡国の惨禍は見たくないものだな、としみじみ山形三郎兵衛がささやくと、馬場美濃守もうなずいて、御身にしてもまたそれがしにしてもはや人間の常妙には達しておる。この上は良き死に場所を得て千君のお後をしたい。我々が補佐の任に足らなかった罪をお詫び申すより道はない、と鎮痛な眉をして言った。馬場山形といえば信玄の帰化にその人ありと多年四輪にその名の聞こえていた優勝である。二人の髪にははや白いものが増えていた。信玄が死んでから後、急にそれは目立っていた。鉱山の緑は若く、笛吹川の水は今年も強烈な夏を前に、早々と永遠の命を歌っていたが、若るる山河に再び何時と相まみえることを得るかどうか、と無量な思いを抱いて立った彰子がどれほどあったろうか。信玄亡き後の皇軍は、やはり昔日の皇軍ではなかったのである。どこかに一抹の飛鳥と無常があった。旗吹く風にも足並みの音にもあった。が、交渉15,000という芝精鋭が人口を打ち鳴らし、騎士をひらめかせ、さんさんと国境の彼方へ指して流れていくのを見た甲府の人々の目には、依然として信玄在世の頃と少しも変わらない威風が映じていたに違いなかった。
例えば落日の赤さも朝日の赤さも似ているようにである。武田昭陽剣、武田様之助、穴山梅雪、馬場美濃守、真田信綱、道正輝、山形三郎兵衛、内藤首里、原隼人之助、土屋正次、安中左近、小畑上総介、長坂長官、跡部大井、松田三河の神、小笠原家門、甘利信康、小山田信重、舞台舞台の旗印、馬連などを見ても、また勝頼の前後を固めてゆく旗本たちの分厚な鉄器隊を見ても、皇軍衰えたりとはどこからも見えなかった。ことに大将稲四郎勝頼の面上には、敵岡崎の城はもう我が手のものとしているような自信が満ちていた。彼の豊かな方には兜のまびさしに散りばめてある小金が映じて、いかにもこの壮年の大将の前途を華やかに思わせたものだった。事実、彼は気負うほどな実績を信玄の死後にも挙げていた。徳川家の領域へ出てそちこちの小次郎を攻め取ったり、明智城を奇襲して信長の鼻を明かしたり、また不利と見れば早手のごとく帰り去るのも見事だった。分けて今度の出陣には十分の画策がある。甲府を発したのは5月1日であった。遠江から平山越えにかかり、やがて目標の地三河へ攻め入ろうと、その夜河原を前に野営していた時である。対岸から泳いでくる敵方の侍があった。見張りの兵がすぐ生け取ってみると、これは小谷陣左衛門、倉地平左衛門という二人で、徳川の師だが徳川家の兵に追われて逃げてきたものと分かった。二人は勝頼の面前へすぐ自分らを連れて行ってほしいと希望した。何やら重大なことを急に告げたいというのである。何？小谷陣座と倉地の二人が逃げてきたと。勝頼は松間ももどかしそうであった。彼には何か思い当たりがあるらしく、胸騒ぐ心の影は眉にもすぐ現れていた。